おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。ありがとう。あれ、待って待ってね、できてなかった。え、長すぎる。トーク会待って、やっちゃった。よし、できた。ありがとうございました。ありがとう。こんばんは、こんばんは。おつみーたん、おつみーたん、今スカイエキスポか。あ、本当にありがとうございました。おつみーたん、おつみーたん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。見通しありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、久しぶりに日本見た、見るラキラカして本当にありがとう。おつみーたん、次は、あ、そうだよね、当たってたよね、当たったって。初見さん、初見じゃないけど、ありがとうございます。明日のイベント、お、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、さっきまでジムで、本当にお疲れ様です。お疲れ。ハートのギフト、ありがとうございます。とみーたん、今日はありがとう、ありがとうございました。ありがとうね。おはみーたん、おはみーたん、おつみーたん、ちょうど今みーたんへのサンプレに入れるメッセージ、あ、本当に嬉しい、ありがとうございます。ありがとうね。ギフト、ありがとうございます。おつみーたん、今日はね、今日暑いぐらいでした。ハートのギフト、ありがとうございます。初めての握手会行けれてよかった。名前呼ばれてたのは感動。そう、ありがとうございました。めっちゃ嬉しかったよ。ありがとうね。ありがとう。またまたね、楽しみにしてます。トーク、トーク握手会、お疲れ様、お疲れ様、ありがとうございます。ありがとう。うん、ハートのギフトもありがとうございます。たくさんありがとう。皆さん、今日はまだいるのかな。こんばんは、こんばんは。みーたん、ありがとうございます。楽しみにしてるね。ありがとう。おはみーたん、おはみーたん、たくさんキラキラがすごい。ありがとうございます。3月も半分ね、終わったね。早い、本当に早いです。早すぎる。今日も可愛いな。ありがとう、ありがとう。すごいリボン、今日のあのリボンがすごい可愛い。ちょうど1ヶ月後が誕生日。今日って3月16日。あ、私の誕生日は4月15日なんですよ。だから、うん、4月15日ですので、1ヶ月後が、うん、1ヶ月1日前が誕生日です。今日は暖かくてお出かけ日和です。ありがとうございました。ありがとう。暖かかったですね、今日は。握手会どうでしたか。最初緊張したんですけど、どんどんね、緊張しなくなくなったの、ん、緊張し、緊張日本語が緊張がほぐれたので楽しかったです。握手会終わってからすぐに東北に向かってます。こちらはな、え、そうですよね、コースできたもんね。気をつけてくださいね。初めてなのにじゃないよ。あ、本当に？本当ですか。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。かわいい。すごいリボンが取れるんですよ、さっきから。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。たくさんありがとう。こんばんは、こんばんは。ありがとうね。こんばんは、こんばんは。
みーたんが16歳になっても好きなままだったらどうして。いいんですよ、全然それでいいんですよ、いいんだよ。トーク会緊張したけど楽しく、みーも楽しかったです、ありがとうございます、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとうございました、今日ありがとう。リボンがつぼがママがあそこにいて睨んできました、さっきすごい髪の毛ボサボサめっちゃ首振っててウケる隣の外部会社、本当にね、いたね、確かに確かに。リボンがまたなんか取れ気味。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、おつみたん。エブリンとかのデニム上下面白いですね上着。これはナイスクラップっていう服で、みーナイスクラップ好きなんですよ、だからナイスクラップで買いました。こんばんは、こんばんは、つぼってます、つぼってます、つぼってますよ。ドラホー、ドラホー今日買ったらね、今日買ったらしいですね、ドラホー、ドラホーだよ。野球見に行きたいんですよね、本当に。こんばんは、こんばんは。ユアニャンのギャルはいつから。ユアニャンね、あの最初ねギャルっぽいかなとかも思ったんだけどね、あちょっと話し方が、話し方あげるじゃないか、だけどね、サスキチたちが、サスキチとみやびちゃんがユアニャンギャルって言ったら、ユアちゃんギャルじゃないよって言うんですけど、確かにね最初はねギャルかなとかも思ったんですけど、ギャルじゃないんですよ結構可愛いよ、すごい可愛かった。今日チャイナドレス見ましたか、ユアニャンの、めっちゃ可愛かったよね。毎度こんばん、毎度こんばんみーたん、こんばんみーたん、ありがとうございます。こんばんみーたんっていうのがね言いにくいんですよこんばんみーたん、可愛い、ありがとう、イエーイ。ケータリングって、あれあったあった、あの今日はグラタン食べたんですよ、シーフードグラタン食べて美味しかったです。あの一緒にココハちゃんと食べたんですけど、ココハちゃんはすき焼き食べてて美味しそうでした。でもみゆはあのグラタンを食べたんですよね、美味しかった、めっちゃ美味しかった。明日もあるといいです。みゆは豆腐会場、あ本当に帰ってるんですか、何時間、みゆが終わってから結構いた。おはみーたん、おはみーたん、こんばんは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 すごいリボンが取れる。みゆちゃんこんばんは、こんばんは。みーたんのチャイナドレスは何年後か、何年後かなチャイナドレスね、みんな着てほしいって言いますよねこんばんは、こんばんは。握手会楽しかったよ、ありがとうございます、ありがとうね、嬉しい。服めっちゃ可愛い、あ本当に嬉しい、ありがとう、イエイ。こっちは綺麗にねできてんだけど、こっちがすごい、今日花ちゃんに何回も結んでもらったの、取れちゃって。顔、おすみーたん、おすみーたん、こんばんは、こんばんは。結んでほしいな、つみたん、つみたん、星のギフトありがとうございます。ポニーテールも可愛かった、本当にですか。あの2部はねポニーテールをしたんですよ、1部は編み込みをして、2部はポニーテールにして、それで明日はねなんか違う髪型をしようかなって考えているのでね、楽しみにしててください。リボン一人ではそう結べないんですよ、これ難しくてね。花なん、そう花なんにね結んでもらったの今日、たくさん、もう4個ぐらい、星のギフトたくさんありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、こんばんはです、こんばんは。今度の幕張の件撮ってみました、よろしく、おー嬉しい、ありがとう、楽しみにしてます、ありがとうね。こんばんは、明日も楽しみや、楽しみだね、楽しみ、やったー。
みゆちゃんリボンだらけだ。そう、今日めっちゃリボンだらけなんですよ。かわいい。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。メンバーの前でミーター甘えてない、甘えてないと思うけど、うん多分甘えてないと思いますよ。はい、ハートのギフトありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、今日は緊張しましたか？今日は緊張はしまし、最初はしたんですけど、どんどんめっちゃ楽しくなりました。なので緊張がどんどんほぐれてったので、最初だけ緊張しましたね。明日よろしくです。よろしくお願いします。楽しみにしてますね。ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、ハートのギフトありがとうございます。みゆちゃんには頼りになるお姉さんがたくさん、そう、たくさんいるんですよ。なのでね、たくさんいますなのでたくさんハートのギフトたくさんありがとうございます。今日はどんな話したの？今日はあ、制服止め公演の感想をすごい言ってくださって、皆さんがそのお話をしたり、ドラゴンズのお話もしたり、ソフトボールのお話もして、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ハナとココハン、ココハンとココハンか、ココハンとか年長組に、そう、一緒に食べました。あとこれも結んでもらった。おつみーたん、おつみーたん、イベントは楽しんだもん勝ち。そう、楽しんだもん勝ち。ありがとうございました。今日なんかお母さんが来るおもろい。こんばんは、こんばんは。ワイはじゃんけん大会の、そう、じゃんけん大会の話もしましたよ。したね。星のギフトありがとうございます。はじめまして、はじめまして。お、いつもモバメのありがとうございます。今日はドラゴンズに負けた。あ、そっか、阪神ファンさん。はみーたん、はみーたん、みゆちゃんドラゴンズ、ドラゴンズユニみたい。そう、来たいなと思ってて、そう、来たいですね。うん、来たい。お母さんおもろいの、おもろいですね。結構面白いです。面白い。陽気なママさんね、陽気なママですね。何の話しようか、何の話しますか。たくさんたくさん話しましょう。楽しみにしてますね。12期の11人18人、あ、そうなの。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。おつみーた、おつみーた、みーた、ママが変顔をしてくるって話を聞いた。そうそう、今は面白くないですね。こんばんは、こんばんは。モアメの編集が、そう、届いてるのかも聞いたね。届いてます、ありがとうね。おつみーた、おつみーた。おつみーた、おつみーた、ありがとうございます。あとみゆの生誕の生誕 T シャツを着てくれてる方がいて、めっちゃ嬉しくて、やったーって感じ。やばいですね。つぼみーたん激かわ、ありがとうございます。ありがとう、最高の笑顔やな、ありがとうございます。爆笑みーたんかわいい。やばいですね、おもろい。さや姉さんとさらちゃんとココハンの配信見た。あ、そうなんですか。見たことないの。見たことないのか。おつみーたん、おつみーたん、ママと仲いいね。仲いいですね、多分。怒られる時もよくあるんです。みゆきちこんばんは。テンション高い。そう、テンション高い。こんばんは。つぼって配信、そう、やばかった今。どうした。え、なんか急にあのみゆの部屋に今ママがいて、そしたら妹があのみゆの部屋にママがいることをしてて、ママって廊下から来て入ってきたんですよ今。びっくりしすぎて
こんばんは、こんばんは、つぼみたそう、つぼみた。びっくりした。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。私はのみたもこんばんは。まあまあ、もうあっち行きました。妹に呼ばれてあっち行きました。こんばんは、こんばんは。前の白井美優ちゃんの生誕 T シャツ着てたよね。あ、本当に届いてない？着てた。デニムジャケットかわいい。ありがとうございます。これね、あの、今日着たんですよ。ありがとうございます。メッセージ書き終えた。早いけど明日サンプル。おー、嬉しい！ありがとうね。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとう。妹にミータンなんて呼ばれてる？最近ね、あの、ミユって呼ばれてんですよ。前までミータンって呼ばれ、あ、ミータンじゃない。間違えた。最近ミータンって言いすぎて。ミータじゃない、あのミーミってミーミって呼ばれてたんですよ。なのに最近ミユって呼ばれてんですよね。愉快な松川家、愉快愉快かな。松川家はにぎやかですかね。にぎやか、うん、なのかな。まだ買い物中、買い物中なんですか。とトレーディングカード10枚中ミユ、本当にありがとう、嬉しい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。変わっちゃうんですけど、今ミユのスマホカバーを変えて、昨日変えてね、あの花ちゃんと前プリクラ撮ったんですけど、それとかサツキチとこっちゃんと撮ったプリクラをね挟んでるんですよ。でめっちゃ可愛いの後ろが。ハートのゲストありがとうございます。ミーミって可愛いニック、そう、なんか小さい頃にミーミって呼ばれて、そっか、ミーミって呼んで、なんか呼びにくくて呼んでたら、そこからずっとミーミみたいな。代わりに私がミーミって。ありがとうございます。妹にミユ呼び、羨ましいな。そう、ミユって呼ばれるんですよ最近。本当に生意気でね。初個別トーク会、握手会、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様。妹 JC、 そう JC1 ですよ。1中1、お姉ちゃんじゃなくて名前で呼ぶの、そう、名前で呼ばれるんですよ最近。明日は朝に行く、ありがとう、待ってます、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、おはみーたん、おはみーたん、たくさんおはみーたん、あ、今日たくさんおつみーたん言ってもらえてすごいね。みんな配信見てくれてて嬉しいなって思った。たくさんおつみーたんって言われた。ありがとうございます。痛い肩が。おつみーみ、おつみーみ、ありがとう。今日トレカ、みーみーのノーマルもレアも、レアも弾けた。ありがとうございます、ありがとう。ファニーはみーたんに言ってく、え、でもいろんな呼び方をしてくださってる方がいて、あ、でもみーたんって呼んでくださってる方もいるし、みーちゃんって呼んでくださってる方もいるし、みゆちゃんって呼んでくださってる方もいるし、みゆきちって呼んでくださってる方もいて、でも嬉しいです、なんでも。ことから争ってる二人がいる。
なき人たくさんありがとうございます。なんか欲しくはない叶えた夢は多いけど果てられないは何か見つけられたなら幸せ。ありがとうございました。ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ありがとうね。たくさんありがとうございます。ギフトもたくさん、音符、音符たくさんありがとう。やった、パチパチたくさんありがとうございます。ギフトたくさんありがとう。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。パチパチありがとう。ありがとうございます。高音出ますね。なんか変な感じな声になっちゃったけど、ありがとうございます。今日もいいね。好き。ありがとうございます。ありがとう。フライングカーが多そう。フライングしちゃった。ありがとうございます。今日は柏木由紀さんの、本当に本当ですか。柏木由紀さんの相変わらず歌うまい、癒し効果ある。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。みーたん上手。ありがとう。ありがとう。愛してアブルを1番だけなんですけど歌います。ちょっと1番だけなんですけど、ちょっとすいません、音程ちゃんと本当に外れるかもしれないんですけど、すいませんが歌います。1番だけ。愛してる、レースのように真っ赤なオープンカーが走る、ハンドル握るオーサングラスがこっちを向いて冷やかす、見つめ合う二人がキスをしようとしてふと周りに気づく、まさかみんな大注目、叫べ I love you、 もっと声で愛してる、恋人よ太陽に熱くなれ、叫べ I love you、 分け合いたいんだ愛してる、この気持ちごちゃごちゃ混ざって、愛してラブル、すいません、一番だけなんですけど、すいませんね、本当にすいませんでした。なんかちゃんと歌えるかなって思う曲がたくさんあって、じゃあ最後ニューエジャー歌います。風に揺れながら色づく並木道、
少しだけ肌寒くて頃から過ぎてく季節は何の後悔もなくカレンダーの次のページ無駄だろうか愛しいこの時も永遠じゃないって気づいてはいたけれど認めるのが怖かったよずっと一緒にいたいこのままじゃいられないんだ青春は生き物なんだやりたいこともっともっとやらなきゃこの先はまさらなんだなんだってできるってことさ春夏秋冬新しい花が咲くニューエイジャーの当たるこのベンチ二人座ったままいつまでも話し込んで帰るタイミング失ったよ真上に星空やっと気づいた頃お互いの夢と未来打ち明けられたね若さの使い道無駄にしなくなくて石橋を叩くようにその一歩目踏み出すのを僕は迷い続けたこれからは生まれ変わろう人生はやり直せるんだ何回でもトライトライしてみよう生きるとは試行錯誤だ間違えたっていいじゃないかそういつでも生まれ変われる自分 New Age じゃこのままじゃいられないんだ青春は生き物なんだやりたいこともっともっとやらなきゃこの先はまさらなんだなんだってできるってことさ春夏秋冬新しい花が咲く New Age じゃありがとう。パチパチたくさんありがとうございます。みーたみーたありがとう。ありがとうね。パチパチたくさんありがとうございます。本当に。パチパチ、わーい、上手。ありがとうございます。ありがとう。みーたへのロングソング、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。うん、ありがとうございます。なんかみーね、本当は制服の目公園、制服の目公園じゃないわ。制服の目公園の歌を歌いたいんですけど、カラオケにピノキオくんしか入ってなくて、うん、っていう話でね。可愛いお顔に見とれてました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。見た見た、ありがとう。今日はとっかありがとうございました。明日もありがとう。嬉しい、ありがとうね。ありがとう。花なんとのツーショットが可愛いな。ありがとうございます。アンコールアンコール歌いたいんですけど、え、制服の向こうの歌を歌いたいのね。実はね、ミーターに似合いそうなんです。ありがとうございます。嬉しい。ココミンギャルなの？ココミンギャル、ギャルなのかな。え、でもギャル、ギャル、え、ギャルなのかな、ココミン。え、どうなんだろう。今も最初ギャルかなとかも思ったけど、みんなね、あんまりギャルじゃないんだよ。あんまりというか、うん、え、どうなんだろう。わかんないけど、かわいい。帰り道にみゆちゃんの歌声を聞くので、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。みーたの歌声で制服の目ぜひとも聞きたかったな。ありがとうございます。嬉しい。え、なんかあのね、今日話を聞、話じゃない、今日話したんですけど、あの花なんと、あの絶対にカラオケ配信もあのしたいねって
絶対にしようって話してて、話したいんですよ、話したいんですよね、話したいんじゃない、歌いたいんですよね。なので皆さん配信、ちゃんとそれをやるときは言うので、前もってね来てくださると嬉しい。ギャルはユアニャンかな、ユアニャンね、ギャルって最初は思ったんだけど、そんなにギャルじゃなくてみたいな感じで、うん、ギャルかな。ミユキチと握手会で話すことをメールで返信していい、いいよいいよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、いいですよ。ミータンビームもね、ミータンビームありがとうございます。ココミンと同級生コンビ可愛すぎ、ありがとう、嬉しい。そう、ココミンとね、唯一ね同い年なんですよ、ココミンと12期で。オーディション配信はギャルミンだった、あ、本当にココミン、ココミンギャルミンだった、ギャルミンだった愛おしい、ありがとうございます。鼻であれば鼻で、あ、それか、声を語る気になれなくてね、見たい見たい、え、そう、見てほしいんですね。カラオケボックスは制服の目ある、そう、たくさんあるんですよ。あの前ね、花なんとねカラオケ行ったんですよ。その時に会って、みゆもあのこのカラオケに、ショールームのカラオケに入ってないカラオケを普通にカラオケで歌ったら、制服の向こうにあるの歌があるので、花なんといいねってなって、昨日サータンがカラオケルーム、あ、やってたよね、やってたよね、サータンね。その配信は見逃せない、そう、見てほしい、ちゃんとね言うのでね。みんな中身はいい子で清楚、そうそうそう、みんなね中身はいい子で清楚だからカラオケボックス配信期待して、そう、期待しててくださいね、ありがとう、みーたんいい子、ありがとうございます。みーちゃんも JK になってやる、みーたんに、え、なるかな、イエイってならないかも、楽しみ、カラオケ楽しみにしててくださいね。こんばんは、あつみーたん、あつみーたん、ありがとう。今日は絵を描きます、壇上描きますね。ちょっと待ってね、え、なんかさ、こっちに描こうかな、おすみーたん、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、たくさんありがとう。事前に許可より、あ、待ってね、みゆちゃんお久しぶりですって言ってくれたのが感動だって、ありがとうございます、嬉しい、お久しぶり、そう、言ったね、言った言った、ありがとうございます、嬉しい。事前に許可いるみたいだから、はなちゃんに聞いてやって、あ、そうだよね、言ってたね、はなちゃんがね前教えてくれてね、なのでちゃんとお話聞いてから、あのね配信やりますね、カラオケは終了、あの、なんだっけ、今から壇上の絵描きます、明日の握手会、おー、楽しみにしてます、ありがとうね、ありがとう。では総評機能使ってあれにしますね、何の髪型しようかな、明日何の髪型をしようかな、ね、何の髪型がいいと思いますか、丸一応投げたくなる確かに、みんなね投げてくれる、とりあえずボール投げ、そう、みんな投げてくれる、ちょっと待ってね、何の髪型をしようかまだ迷っててね、はい、13位の方です、ありがとうございます、ありがとう。何の髪型がいいかな、でもね、1個花ちゃんと一緒にさするって約束はしてるやつがあるんですよ、ツインテールいいですね会えないけどツインテール、会えないけどツインテール、あれ、いつ会いに来れますか、会いに来る、ギリギリ落ちた、ありがとう、でありがとうございます、1にしてくれたの、配信ありがとう、ありがとう、うん、どうしようね、はい、12位の方ありがとうございます、ありがとう。ポニーテールどうしようね、私は日曜日の幕張、オッケー
ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。楽しみにしてます。11位の方ですね。次はお団子でまとめる紙とか、あ、もう全部なんかいいけどさ、可愛いけどさ、難しそう。あ、でもポニーテールとかいける、あ、ツインテールとかいけるけど、はい、11位の方です。ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、こんばんは、見通しありがとうございます。10位の方ですね。お疲れ様です、お疲れ様です。いてててて、こんばんは、こんばんは。今までの握手会、握手参加した中で一番枚数取ったのが今回のみゆき。本当に嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね、本当に。ありがとう、ありがとう。しまった、もう終わるとこか。あのね、今絵描いてるのよね、紙うねりに巻く感じは。それもありだけどね、どうしましょうね。あのね、今日ね、いつだっけ、あのさくらさんを見たんですよ、みゆ。さくらさん、おしゃべりはできなかったんですけど、さくらさんのことを見てめっちゃ可愛くて、本当に今日さくらさんいつも可愛いんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くてね、もうね、やばかった。お先に失礼します、また明日です。ありがとうございます、ありがとうね、また明日、ありがとう。はい、10位の方です。ありがとうございます、ありがとう。次9位の方、さくらさんポニーテールしてた、そう、ポニーテールしててめっちゃ可愛くて、あのね、あの可愛いですねって言いたかったんですけど言えなくて、めっちゃ可愛かった、本当に。桜の花なら見た、本当に桜の花咲いてますよね、もう結構。見てね。はい、9位の方です。ありがとうございます、ありがとう。みゆちゃんも可愛い、ありがとう、ありがとうございます。さくらさん、指新鮮さくらさんって呼んでいますよ、私。さくらさん、さっきさくらさんトークの連歌、あ、本当に見てたの、めっちゃ可愛かった、勇気を持ったです。そう、いいね、言いたかったですね。今日のみーたんも可愛さ満開です、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。そういう時は言いに行かない、そうですよね、そういう時はね、言いに行かないと。ドスミューボンジュール、ドスミューボンジュール、ドスコイボンジュールじゃなくてドスミューボンジュールになってる。明日会ったら今日の分まで、え、本当に伝えてほしい顔。明日会ったら、あ、そういうこと、伝えしてあげよう。そうだね、お伝えだから、すごい昨日可愛かったしってお話ししたいです、本当に。今日本当にね、言えばよかったんですけどね。8位の方です。ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。次何位の方、あ、ごめん、みゆちゃんから伝えてあげようってこと、間違えちゃった。あの、明日会ったらちょっと頑張って言います。なんかめっちゃ緊張しちゃうかもしれない、変な聞き方しちゃう。いい、全然いいです、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。はい、7位の方です。ありがとうございます、ありがとう。うまいね、うまいですか。あの、配信を始めてからうまくなったんですよ。6位の方ですね。次はこうやってね、壇上を書いてたらどん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 うまくなってね。6位の方、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ギリギリ上がりました、ありがとうございます。本当にお疲れ、お疲れ様。ユニット共通してる中でさっくんも絶対、そう、
あのいつもねユニット前の時にあの写真よく撮らせてもらって喋るんですけど、めっちゃそこが嬉しくて本当に可愛いなって思っていつも嬉しいですね。わい書いてくれてありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。おつみたん、おつみたん、次5位の方、こんばんは、こんばんは。はい、5位の方ありがとうございます、ありがとう。次4位の方ですね、もう3月19日楽しみですね。なんかたくさん今日3月19日行くよとか言ってくださった方がいっぱいいてめちゃめちゃ嬉しくて、もうすぐ赤ピンク水色見つけます。目がかゆい。4位の方です、ありがとうございます、ありがとう。次は3位の方とか、あのツニーテール、ツニーテールだっけ、ツインテール、あツインテールか、ツインテールね似合うかな本当に。何にしよう、とじっくり悩みます。行くよね、来てくれるよね、ありがとうございます。はい、3位の方ありがとうございます、ありがとう。次は2位の方ですね、ツニーテールね、間違えた、ツインテールだよね、間違えちゃった。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はい、2位の方ありがとうございます、ありがとう。次1位の方ですね、ありがとうさん、ありがとう。けど一番好き、あ本当にポニテ、ポニテ好きなの、今日ポニテしたんですよ。みーもポニテール好きなんですね。見通しありがとうございます、こんばんは、こんばんは。はい、1位の方です、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ終わろうかな、ありがとう。カラオケ配信そう楽しみにしててください、近々ねやれたらやりたいんですよね。では皆さん今日も、あ今日のまず特典会、特典会じゃない、まずトーク会と握手会本当にありがとうございました。すごい緊張したんですけど、たくさんの方がお話ししに来てくれて本当に嬉しかったです。あと配信も見てくださって本当にありがとうございました。すごいコメントも歌のコメントもすごい嬉しかったです。では皆さん明日も待ってます、ありがとうございました、バイバーイ。